ここどんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は、マルチプレイタワーやっていきたいと思います。4人スタートですね。で、今回は、ちょっと縛りをつけましょう。うん。縛りプレイ。で、行きます。ちょっと待って、4人だと最初から、こいつがいるんかい。で、一発目に出てくる、あいつがかなり凶悪なんだよな。ちょっと全員でこれ行動した方がいいわ。間違いなく。OK。あー、ちょっと待って、あいつがいるの？マジで？よし。ちょっと待って。これ厳しくねえか？よし、ちょっと厳しい。これふざけてんのか。ちょっと待ってちょっと待って、厳しい。4人スタート、これ厳しくない？これね、連携プレーが重要になってくるね。全員で戦っていかないと、はぐれたりするとこれやられるね。 OK。 いやー、これひでえ。こいつはひどいぜ。あー、いかん、これ連携が崩れると確実にやられるわ。 OK。 いや、あっち側えぐいな。ちょっと待って、あっちえぐいぞ。あ、これ厳しい。あ、もうもう、なんかチャットがね、できればいいのよ。チャットができればみんなはぐれないように全員で一つの場所にいた方がこれ絶対いいのよ。全員でいて確実に少しずつ減らしていく方法を取らないとこれ無理だよ。 OK。 いやこれ厳しい。1階だぞ。いやいや、1階が難しいのか。1階が難しいんだわ。ちょっと後ろに下がるか。ちょっと後ろに下がっとくか。後ろで戦った方が良さそうな気がするんだけど、でもみんなにこれをね伝える術がないんだよな。こっち来てがあるか。でもいいや。いいや。いやー、厳しいぞ。まだまだ出るからね。よし。オッケー。うわあ。うわあ。一回むず。これ一回ひってえな。あ、大丈夫？あー、だと思った。いけるね。ありがたい。ちょっと待って、一回出せる。もうちょっと待って、この邪悪な村人なんとかできんのか。よし、 OK。 いけたね最後の最後にいけた。 OK。よし、一回なんとかいけました。危なかった。4人で一回きつい。多分一番の難関じゃない。
あ、でミスった。縛りつけるはずだった。あー、いいか、なんかいつも取らないような装備をつけていきます。うん、いつもやらないようなやつね。これでいこう。縛りっていうか、ちょっといつも使わないようなやつを、おいおいおい、4人すごいよ、4人マッチえぐいね。でも1回ほどがない。うん、あの1回を経験すると、うん、ぬるいぬるい、全然いけるわ。OK、うん、ただただ敵が多いだけよ。であと2回か。はいはい、いきましょう。いらん、影いらん、影なしでいこう。影なしで、あ、今からできる縛りがある。あのね、エンチャントなし、エンチャント禁止でいきましょう。うん、エンチャ禁止だ。なんかやってみてっていう要望が確かあったんで、エンチャ禁止をやってみます。装備はね、エンチャ禁止の時は自由だからね。 OK、 いくぞ。いやー、どこどこ、ちょっと待って、ちょっと待って待って、任せた、周りは倒すから。オッケー、みんなでしっかり行動していこう。回復を真ん中で炊くね。で、いけるっしょ。うん、はい、終わり、完璧だね。よし、なんかいた後ろに。で、終わり。よし、エンチャ禁止ね。ならドラは取っていいんだ。でもみんなドラ取る？なら俺取らないわ。うん、ドラなしでいい。うん、ドラはね、1人2人取っとけば十分だと思うんで、ドラなしで行きましょう。よし、こっちのシルクは OK、 こっちも倒します。 OK、 よし、これもちょっとパン食べたい。でも順番にね、順番に行こう。なんかみんなで行くのわけわからんんだからさ。よし、ありがたい。こっち来なくて。よし、オッケー、ありがとう。そして終わってた。よし、シルカーまで、シルカーシルカー、こっちも遅いからね。よし、オッケーオッケーオッケー。あいつが倒せれば問題ない。クリア、次ショックパウダー、ほぼ使わないけどね、ちょっと使ってみよう。タワーでは意外と有効かもしれない。あ、たい、あー、なんか、うん、1人動いてない人がいたもんな。落ちたか。で、あれだね、装備、あ、いやいや、エンチャ禁止、あ、そうか、装備が初期じゃなくてエンチャ禁止なんだ。なら、うん、装備変えてよかったんだ。いや、もう分かった分かった、ダブル縛りだ。ダブルの縛りであれだ、エンチャも禁止だし、
装備も初期それでいきます。これ厳しいよ多分。いやもうそもそも初期のやつにエンチャントそんないいのついてないしね。あ、今回はついてるか。これ炎症のトーテムとかどうなの持ってけ、使ってみろ、なんか面白いかもしれんぞ。一応ソウルはたまりますからね。ソウルはたまるんで、はい、じゃあ行きましょう。チョッパーだ。いや意外とクールダウン最終時間長え。もっとガシガシ使えるかと思ったら危ねえぞ。よし、いやもう初期装備じゃなかなか厳しくなってきた。危ねえ。おーいこれちょっとごめん、縛りつけすぎたかもしんない一人戻ってくるから。あー、いやーやっぱりね1回が難しかった。1回えぐい、4人で行った1回がマジでえぐかったです。うーん、これ、ね、全員でしっかり動いていかないと難しいね。はぐれたりするとやばいわ。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。